久しぶりにやるか、キャッチボール。周りがいろいろ言うけど気にすんな。分かった。おい、切り来い。父さん、懐かしいな。うまくいってんのか。何が。父さんこそどうなの、今の仕事。周りはいろいろ言うけど気にしなくていいから。言葉と生きていく政教新聞。日本男子三浦佳和と宇野昌磨がワンツー発進。三浦木原ペアは初優勝の快挙へ。グランプリシリーズ今夜7時。なんだよ、気持ちよさそうだけど。やばいよ、これマジでやばい、やばいです。